短冊だよ。短冊に願い事を書いて笹に飾るんだ。天に届きますようにって。どうして鏡石の周りに？鏡石って姿が映ると願いが叶うって言うでしょ。鏡石のそばに短冊を飾ればより願いが叶いそうっていうことで、アニマルタウンでは鏡石の周りに飾られるんだよ。短冊書く。私のお願い事はね、イロハと毎日一緒に遊びたい。それもう叶ってない。あ、そっか。じゃあイロハとお話ししたい。それも叶ってる。そっか。どうしよう。私は世界中の動物と友達になれますように。僕は書かないの。イロハちゃんともっと仲良くなる。そんなこと書かないからね。今は困ってる動物たちを助けることが大事だから。そうだね、私もそう書こう。困ってる動物たちを助けられますように。マユ楽しそう。ユキは短冊書かないの？もう叶ってるからいい。珍しいね、小麦ちゃんがそんなに悩むなんて。ゆっくり考えなよ。先にお店見に行こう。